いいさ。会話モードに切り替えるから。さっきは本当にびっくりした。私を捕まえに来た人だと思ったから。心臓の鼓動がいつもより一拍増えた。客観的に言えば、今回は私の方がトラブルメーカーかも。30分前までホテル・ドゥ・ボールで劇の初演の成功を祝うパーティーに参加してたの。でもそこにいるとエネルギーの消費があまりに早いから、隙を見て抜け出してここで待機モードになってた。私がその劇の主演だから。そんなに意外？よく単独出演のオファーが届くんだけど、前はお兄ちゃんに断ってもらってたの。でも、こないだのフォンティナリア英雄祭で、うちの弟や妹たちを連れて公演に行ったら、見終わった後、みんな私がヒロインを演じるところを見たいって騒ぎ出して、お兄ちゃんまで一緒になって囃し立てるから、たまたまその時、メリエ監督からオファーが届いてて、間の事情は省略するけど、とにかく最終的に引き受けたの。うん、問題ない。私が演じたのは人形だから。それに、迷子の人形は表情を作る必要もセリフもなくて、流れに合わせた動作をするだけでいい仮面パントマイムなの。監督、芸術を理解してもらう必要はない。感じてもらえればいい。これも監督が言ってたこと。少なくとも初演の状況を見る限り反応は悪くない。パーティーではみんなが私を囲んで役を完璧に再現していた。作品の魂を理解していた。これこそ前衛芸術だなんて言ってた。でも
視線の中心にいるとエネルギーの消耗が激しくて、みんなが監督を囲んでる隙に飛び出してきたの。それに舞台でちょっとしたことがあって、あ、喋ってばかりでほったらかしにしてた。ごめんね、バーニー。ふん、抜け出した後にたまたま出会っただけ。じゃないとおしゃべりしづらいでしょ。それにこの子もこの名前が気に入ったみたいだからね、バーニー。いい子いい子。後で飼い主のところに連れてってあげるね。うん、首飾りがついてるし、体もほとんど汚れてないから、少なくとも長いこと外をさまよってた野良猫じゃない。それにお腹がグーグー鳴ってる。多分ここ数日で迷子になったんだと思う。もう少し一緒にいたいけど、飼い主も心配してるだろうから。もし飼い主がいるなら届けてあげないと。でもパーティーを抜け出してだいぶ経ってるし、戻って挨拶してから行くべきかな。どっちを優先したら。うん、お兄ちゃんみたいに何事も後のことを考えようとすると消耗が激しすぎる。大事なことじゃなければ、普段はお兄ちゃんが決めてくれるから。大丈夫。こういう状況に備えて、お兄ちゃんがフレミネに頼んで、これを作ってもらったから。じゃじゃーん。運命指示キー。仰々しく見えるけど、機能的にはただのカードケース。構造が複雑すぎると、うっかり壊しちゃうから。だからその動作原理はシンプル。カードを適当に1枚引いて、出た数字を見るだけ。例えば、出た数字が5以上だったら、バーニーの飼い主を探しに行く。そうじゃなかったら、パーティーに戻る。自分とカードの絆を信じていれば、数字が運命を示してくれるってお兄ちゃんは言ってた。とにかくお手本を見せるね。あれ、バラバラになっちゃった。ここから引くんじゃないの。じゃあこっちから。これの使いやすさにはまだまだ改善の余地がありそう。後でフレミネに伝えておかないと。拾ったカードは4。さっきはカードが地面に落ちたから運命の選択とは言えない。運命の選択を尊重しなければ運命は正しい結果を示せないともお兄ちゃんは言ってた。別の角度から考えると、地面から拾い上げたカードは運命を尊重してるとは言えない。つまり正しい結果じゃないってこと。あ、それともあなたも一枚引く。ここで出会ったことで私たちの運命が、その干渉を受けてしまったから。ありがとう。今度は絶対従うから。はい、指示器を持って。もし5以上の数字を引けば、私の運命を変えることに成功。その逆は失敗。それから、何かアドバイスがあれば、カードを引かずに言ってくれてもいい。自分で考えを決められる人がいるのに、何でもかんでも運命に委ねる必要はないもの。
バーニーの飼い主を探しに行くの？うん。スチームバード新聞社に行って、迷子猫の案内を出すつもり。一緒に来る？バーニーはあなたと別れたくないみたい。行こう。しっ。行こう。いざ。素晴らしい一日はスチームバード新聞から。ああ、こんにちは、リネットさん、旅人さん。いいえ、なかったと思うけど。子猫を拾ったのかしら。はい、依頼がないなら逆に尋ね人の案内を出してもいいですか？ええ、もちろん。立派な心がけね。こちらから申し込めるわよ。申し込み完了。飼い主が探しに来てくれるまでひとまずうちにおいで。それからありがとう、長いこと付き合ってくれて。私はひとまずパーティーに顔を出しに戻る。だいぶ時間が経ったからほとんどみんな帰ってるといいけど、明日もし暇ならバーニーに会いにうちに来ない？いいお茶を入れるから。待ってるね。マリメルモニアの危機意識は何とも言えんな。
し。こいつはうちの猫のはず。あなたの猫じゃないって言ってるでしょ。ひとまず落ち着いて。あ、いらっしゃい。ごめんなさい、この状況ではちょっとお茶が入れられない。これは私の友達の猫なの。彼は用事があって手が離せないから私がわざわざ引き取りに来たのよ。この猫は我が愛心者から抜け出した子だと思うが。バーニー。私がこの子につけた仮の名前。こうなると厄介ね。ねえ、さっきも言ったでしょ。その子は私の友達の猫だから私に懐いてないのは当たり前で。その、俺は一応社長でな、我が社にはたくさんの野良猫や野良犬がいるんだ。だから餌やりなんて仕事をいつも自分でやるわけにもいかなくて。それは少し覚えがあったから確認しようと思ってきたんだ。もしそうだったら連れて帰るし、もし違って他に引き取り手がいなければ我が愛心者で世話をしてもいいなあ。我々は野良動物を専門に保護している組織で、もう何十年もの歴史を持ってる。俺が現社長のベノワだ。愛心者、リオンエリアでの評判はいいって聞いたことがある気がする。そうそう、それが我々だ。その、もしよければまずその猫をよく見せてくれないか。もし本当に俺の記憶違いだったら忘れてくれ。その時はこの女性の猫ってことでいい。私の友達の猫だってば。バーニー、おいで。ふんふん、違うようだな。毛色にごくわずかな違いがある。ただ似ているだけだったみたいだ。申し訳ない、俺の勘違いだ。行方不明になった猫を探しに行かんと。では皆さん、今度またきちんと謝罪に来るので。ええ、そうよ。待って、あなた、さっきも本当の話をしなかったでしょう。本当の話？何を言っているのかわからないんだけど。目つき、息遣い、仕草、人は嘘をつくとき自分で思ってるよりもたくさんのボロが出る。ボロって何？そんな根拠のない言いがかりで決めつけようっていうの？その場で見破られても息は少しも乱れてない。むしろ少し余裕があるくらい。やっぱり
その苛立ったふりはわざと。悪人なら今はなるべく早くここを去りたいはず。善人なら大方警察隊ってとこかな。何か証拠でも？単なる直感。直感、さすがリネットね。その通り、私は警察隊の一員で、エロルディ。目下とある密輸事件を追跡しているの。そしてこの猫、バーニーの飼い主は私たちが目をつけてる重要容疑者でね。先日どこからか情報を聞きつけたらしくて、法の裁きを恐れて行方をくらましてしまったの。おそらくこの猫もその時にはぐれてしまったのね。たまたま新聞で尋ね人欄を見て、自分の猫のために姿を現すんじゃないかと思ったけど、見たところ彼を買いかぶりすぎていたようだわ。この事件の影響は大きくて、マレショーゼファントムだけじゃなく警察隊や特巡隊も調査に乗り出てるわ。だからどんな小さなチャンスだろうと見逃すわけにはいかない。新型の違法薬物、偽造ロシオ。これまで市場に出回っていたロシは全て回収したわ。でも人の心の空洞は一日や二日で埋められるものじゃない。犯人はおそらくこの心の隙を狙って偽造ロシを開発し、小規模な売買を行っていた。でも私たちは類似の事件が再び起こるのを厳重に警戒していたの。だから彼は気づかれる前に販路を外国に移し、偽造ロシの密輸を始めた。私たちも最近外国から偽造ロシの情報を得て追跡して、初期の取引時の手がかりを見つけたわ。けど時間が経ちすぎていて、あまり重要な手がかりにはならなかった。そしてマレショーセファントムは相応の制約能力を持つあらゆる人を調査した。バーニーの飼い主を見つけたのもその時だったの。フォンテーヌ科学院の研究員よ。名前はピエール、あるいはピエール・ルフェーブルと呼んだ方がいいかしら。ルフェーブル。マレショーセファントムの者がポワソン町で彼に会った時、そばにいた猫の他にあるペンダントを見かけたわ。当時彼の容疑はそれほど濃くなく、住まいにも不審な形跡は見つからなかったから、マレショーセファントムも多くは尋ねなかったの。でも後になってからそのペンダントの紋章がルフェーブルという悪名高い貴族の家系のものだと気づいた。ピエールにさらに話を聞こうとした時、すでに彼は処罰を恐れて行方をくらましていたわ。目下警察隊と特巡隊が彼の行方を捜査しているところよ。ありえない。ルフェーブル家はとうに消滅してるから。ええ、もう随分と前に一族の当主と主要人物が謎の刺客に暗殺され、勢力が一気に衰えたの。あそこの一族は普段から悪事を働いていたこともあり、残りのメンバーもすぐに各勢力から報復を受けたわ。病気や飢えで死んでいなければその名を隠して暮らしている。このピエールってやつはそのうちの一人で、生徒身分を偽ってフォンテーヌ科学院に閉じこもっていたんだけど、今になって馬脚を現したってわけ。
よく同僚から聞いてるわ。あなたたちは勇敢で思慮深く、正義感が強いって。この話をしたのも、バニーに近づこうとするかもしれないピエールや、その仲間らしき人物に気をつけてほしいからよ。バニーを警察隊に連れて行ってしまったら、いくらピエールがずぶとくても近づこうとしないでしょ。ピエールが顔を出すかどうかはあまり期待してないけど、どんな小さなチャンスも逃すわけにいかないから。じゃ、私は別のところに捜査に行かないと。もしピエールが本当に現れたら、できるだけ早く私たちに連絡をちょうだい。ありがとう、大丈夫。ルフェーブルの最後の当主は、以前私を飼いならそうとした大物でね。昔、あるパーティーの後に人に騙されて、ルフェーブルの馬車に乗せられ、邸宅に連れて行かれたことがあったの。でも、彼らの思い通りになる前に、お父様に出会った。お父様がルフェーブルに制裁を加えたの。その後、私とお兄ちゃんはハウスオブハースに入った。こんなに何年も経って、またルフェーブルの名を聞くなんて思いもしなかった。心配しないで。別に辛いわけじゃなくて、お兄ちゃんのことを考えてただけだから。ここ数日いつも私を避けていて、こそこそと何かを調べたり、急に私が劇に出演するのを後押ししたり。いつもと違う。今思えば一を引いたのもお兄ちゃんがフレミネと計画してやったことかもしれない。私に何か隠すためにあれこれトリックを使ったのかも。その可能性はある。わざわざ私を遠ざけるのは、きっと私の記憶を呼び起こしたくないから。心配しすぎだと思うけど、もう何年も経ってるのに、やっぱり相変わらず過保護なんだから。もし途中であったら一緒に説教してくれない？これから捜査モードに切り替えるつもり。ピエールのことを調べにフォンテーヌ科学院に行ったら、途中でお兄ちゃんにばったり会うかもしれない。それも少しはあるかも。でも一番は違和感があるから。ピエールの情報を聞いて何かおかしい気がしたの。
ただうまく言葉にできないけど。うん、劇団の方には手紙で説明しておくから、準備ができたら一緒に出発しよう。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。リネット、どうしてここに？稽古に行ったんじゃなかったのかい？もうお芝居はいいよ。私もお兄ちゃんもね。小さい頃から分かってるでしょ？どんなことも。私にはそう長く隠しておけないって。やれやれ、だから仮面パントマイムで気をそらそうとしたのに、やっぱりダメだったか。それより先にお兄ちゃんの新しい助手を紹介してくれない？こちらはシブルーズさん、特巡隊の隊長だ。前にも会ったことがあるかもしれないけど。その後変わりはないか？一つ訂正しておくと、助手に招かれたのは私ではなく、リネさんの方だ。以前リネさんを顧問に招いて、マジックのような犯罪トリックを解明してもらったことがあってな。今回も知恵を拝借したいと思ったんだ。二人とも、知っていたのかい？いかにも、そのためだ。ルフェーブルの没落については諸説ある。ハウス・オブ・ハースを疑っていた人もいた。だが手を下した人は慎重で、少しも証拠を残していない。しかしそれでかえって私は確信した。あの執行官がやったのだと。あの晩の馬車の出入り記録と合わせれば、お前たちとルフェーブルの因縁を推測するのは難しいことではない。ああ、いや、安心してくれ。何の証拠もないし、あのゲビタ一族の弁護をするつもりもない。ましてや、当時お前たちは被害者だったようだからな。リネさんを訪ねたのは、今回の密輸事件を調べるためだけだ。これはリネとシュブルーズの協力に過ぎない。真相を一刻も早く明らかにすることこそ、特巡隊の正義だ。もちろん。むしろ私は最初からリネットにも声をかけるつもりだったのだ。ただ現在の助手が難色を示していてな。お兄ちゃん、私はもうあの頃の私じゃないから。以前は隅っこで震えてるだけだった女の子は、もう人の助けを待ってるだけじゃなくなったの。はあ、すまなかったリネット。君たちの言う通りだ。僕の心配が行き過ぎていた。うん、それと今度私の注意をそらすなら別の方法にして。その子は新しく拾ってきた猫かい？うん、名前はバーニーっていうの。話すと長くなるから後で説明するね。もう問題はなさそうだな。ではリネット、旅人、しばらく手を煩わせることになるが、よろしく頼む。僕の知る限り、ルフェーブル家の紋章を使用するには厳格な決まりがあったはずだ。地位や血縁関係によって家族ごとに使用できる模様に違いがある。ペンダントに書かれていた模様は非嫡出子を意味している。
今のところその可能性が高い。おそらくその身分のために彼は没落時の打撃を免れ、フォンテーヌ科学院で名を隠して潜んでいられたのだ。でもついさっき面白い話を彼の同僚に聞いてね。彼は名義上ここの一員だけど、すでに除名されたに近いとのことだ。ピエールはかつてロシに溺れていたらしい。しかもフォンテーヌ科学院の実験材料を使って薬性の似た物質を模造しようとしていたという。彼はただ研究のためだと弁明したが、やはりこのために自宅謹慎を命じられ、関連材料に近づくことも禁じられた。そして次の処分を待っていたそうだ。だが残念ながらフォンテーヌ科学院は最近まで数多くのトラブルに見舞われ、自分たちのことで手一杯だった。結果ピエールの正式な処分と上への関連報告はしばらく棚上げにされていた。彼の家柄については今の研究院内では誰も知らないようだ。彼は人付き合いが悪く、ずっと一人で行動していたらしい。例のペンダント以外にピエールはポワ村長の住まいに疑わしい点を何も残していない。我々は偽造ロシのサンプルを分析したことがあるが、調合するにも保管するにも明確な痕跡が残る。普通の人なら気づかないだろうが、絶対にガードドッグの鼻からは逃れられない。だがピエールの住まいは非常に綺麗だったと言っていい。加えて彼は外国に手紙や荷物を送った記録が何もなかった。そのためマレショーセ・ファントムも当初は彼を重点的に疑ってはいなかった。もしかしたら彼には偽造ロシの調合のために使っているもう一つの拠点があるのかも。ああ、ピエールの家の近隣住民が証言するに、彼は出かけると長いこと帰ってこなかったそうだ。だが住民は彼が街をぶらついてるのをあまり見たことがないと口を揃えて言う。目撃情報を減らすために単独行動をしてるのなら、どこかの隠し拠点に向かったというのは合理的な推理だ。だが彼が行方をくらませてから警察隊はもう長いことポワ村長周辺を捜索してるというのに、不審な場所は見つかっていない。ポワ村長、ポワ村長からホテル・ドゥボールまでは海で隔てられてる。猫が一匹で迷って来られるような場所じゃない。猫というのは？バーニーはもともとピエールの猫なの。そういえばマレショーセ・ファントムが最初に彼に会った時、確かに猫を一匹飼っていたと報告していたが、それがこの猫なのか。彼の行動パターンを聞いているとあちこち転々としているようには思えない。バーニーがフォア村長で迷子になったのでなければ。バーニーはその拠点がどこにあるか知ってるかも。ちょっと待て、猫に道案内してもらうつもりか。しかしこの猫は訓練されたガードドッグではないぞ。こちらの意図をどう伝えるんだ。
この子はちょっと人見知りみたい。みゃん、みゃんみゃん、みゃん。海辺、砂浜、崖の下、だいたいフォンテーヌ邸の北の方。そんなことまで言ってたのか。そのうち慣れるよ。実は猫も人間も同じで、やりとりの半分以上はボディーランゲージでできるけど、ほとんどの人は言葉に頼りすぎてるの。もちろんあまり複雑なことは読み取れないけど。とにかく手がかりが見つかってよかった。今すぐ条件に合った場所を探しに行こう。いざ。バーニー、私たちをどこかに連れて行きたいの？行こう。すんなり見つかるとはな。断られることを知らなければ、今すぐにでも特巡隊にスカウトしていただろう。だろうね。毎日いろんなところから妹を引き抜きたいって手紙が届くよ。この辺を探してみよう。怪しいものがあちこちに積んである。
マレシオセ・ファントムの情報によると、ピエールの家にこういった樽はなかったみたい。うん、ピエールの行動パターンとも違う気がする。それならどうやって持ってきたのかな。下半分だけが水に浸かってたみたい。やはりここが偽造ロシの製造拠点か。それだけではない。製造に必要な原料や大量の洗剤、それから正体不明の薬物も少量ある。この洗剤はある種の痕跡を消すために使うのだろう。例えば偽造卸の匂いとかな。特巡隊の資料にも一般人が偽造卸の痕跡を見つけるのは難しいと書いてあった。それはピエールも同じだ。徹底的に除去しようと思えばそれなりの時間や技術が必要なはずだが、残りの薬は何に使うつもりだったのか。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記されても本気にしなくていいから。この袋の材質かなり珍しいね。うん、ロマリタイムフラワーの繊維でできてるのは同じだけど、こっちの方が繊細な処理を施してある。防水に耐酸、それに液漏れ防止も。紐まで特製で袋の口をギュッと締められるようになってるね。さっき同じ材質の袋をいくつか見つけた。でも小さくて薄いし簡単に破けてしまいそうだったよ。確かにちょっと似てる。ガードドッグが偽造ロシの匂いを嗅ぎ分けるとはいえ、密封すれば一時しのぎにはなるかもね。じゃあこっちの大きな袋は何に使うんだろう。偽造ロシの密封用にしては目立ちすぎるけど。我々が発見した薬剤の数々から見ても、ピエールがここで偽造ロシを製造していたのは間違いない。ここを出る前に特製の洗剤で体に残った痕跡を消せば、街を巡回するガードドッグの目をごまかせる。それから小袋に偽造卸を密封し、別の場所に運んで受け渡しをしたのかな。いや、今回の容疑者が犯罪の証拠を持ってむやみに動き回るような人間とは思えない。それでは目撃情報が残りすぎる。いくら洗剤や密封パックでガードドッグを騙せても、受け渡しの行為を通行人や巡回中の警察隊に気づかれて調べられたらすぐにバレる。リスクは高いままだ。この辺りで見つけた樽の下半分には
水に浸かった跡があったけど、上半分は乾燥してた。まるでずっと水中に立ってたみたいに。普通、樽は水の中で横倒しになる。中身が多くなれば、浮くことすらできないかもしれない。樽にぐるりとエアバッグを巻けば、ずっと立ったままにしておけるし、もっと重いものも入れられる。フロートの仕組みを利用したということか。船がまばらで視界も悪い夜なら、その可能性も否定できない。でもそういうフロートだと波であちこちに流されちゃうよ。どうやって受け渡しの場所を決めたのかな。旅人、一緒に水中に潜ってくれる？もしかするとそこに、子猫をつなぎ止めるロープがあるかも。死に上がろう。思った通り、水中に錨と罫線ロープがあった。これをフロートにつないだら、こうなる。これなら、先に樽を投げ入れる場所さえ決めておけば、フロートを利用した受け渡しが可能だ。水中に小舟の残骸もあった。誰かに捨てられて、波や風雨に飲まれた感じだった。船体が小さいから、人目を欺くのにはぴったり。まさかピエールが、失踪前にその小舟で受け渡し場所に向かい、ロープを切ってフロートを回収したと。取引相手と会うのを避けるためかな。ルフェーブル家の生き残りなら、人目を避けるのが習慣になってるのかも。わざわざフロートを使って双方の到着時間をずらしたのは、姿を見せたくなかったからかもね。そういう人にとっては取引相手も仲間とは思えないのかな。今急いで結論を出す必要はない。先入観は真相究明の大敵だ。船が並走すると目立つから、バラバラに行動したという可能性もある。だがとにかくピエールが単独犯でないことははっきりした。そうでなければフロートを使う必要はない。彼が偽造ロシの製造だけを担ってると仮定すると、最低でもあと一人、輸送と密輸を担当する人物がいるはずだ。彼らがフロートと船を使って受け渡しをしてたのなら、どこかに運航記録が残ってるんじゃないかな。港を回って調べてみるといい。だが相手もピエールと同様に小舟で浅瀬に上陸したとなると、記録が残ってる可能性は低い。
当然だ。ピエールの失踪前から出港する船の操作はしてる。これまでも港に人員を配置して厳しい監視を続けてきた。だが恥ずかしながら偽造ロシの流出ルートは一向に解明できていない。ああ、密輸犯も結局は大型船で輸送しなければ密貿易で確実な利益を上げるのは不可能だ。彼らは偽造ロシに何らかの偽装工作をして港の検査をすり抜けたんだろう。そうだな。どんなチャンスも逃してはならない。だが関係する港が多数に上る可能性がある。この人数なら手分けした方が良さそうだ。僕はひとまず家に帰って弟や妹に聞き込みをするよう頼んでみるよ。私もタイに戻って進捗を報告し人手を集めるつもりだ。リネットと旅人はルミドゥースハーバーから調査を始めてくれるか。うん、あとバーニーも一緒に。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。はっ。あ、リネットに旅人、それにバーニーまで。どうしてここへ？あれ、もしかして何か起きたの？そうだったのね。フォンテーヌ市民のために尽力してくれてありがとう。私は普段この港に駐在して警備を担当しているの。運航記録が必要なのね。
取ってきてあげるわ。今日も平穏とはいかないみたいだね。はあ、そうじゃないけど、この騒動が起きるまでは毎日が平和だった。怪しい品物を片っ端から押収すれば船を動かして帰れたのに。犯人がどんな手を使ったのか知らないけど、私たちやガードドッグに見つからずに怪しいものをこうもうまく隠すなんて。怪しいものって偽造ロシのこと？うん。でもそれだけじゃない。他の金製品だって私たちの検査をすり抜けるのは無理。理屈ではそのはずなんだけど。それで押収したものは普段どう処理するの？倉庫に一時保管するの。嫌疑が確定したら県立艇に引き渡すことになる。ちょっと怪しいけど、それほどでもない場合、例えば金製品を作るための原料なんかは運んできた船に返すの。でも絶対に投資はしない。お待たせ。最近の運航記録はこれで全部よ。あれ、ジラールまで連れてきたの？いや、この子が勝手についてきたのよ。私の体に何か匂いがついてるみたい。ん？ジラールったら、どうしてあなたたちにこうも反応しているのかしら。偽造ロシに触れないようあれだけ気をつけても、こうして痕跡が残った。犯人はどうやってごまかしたんだろう。先に運航記録を確認してみたら。港に駐在するスタッフが通勤に使う船以外は全部記録されてるはずだよ。愛信者。出航記録が大量にある。名目は全て国際養子縁組ね。うん。そこの社長がフォンテーヌには固有の子猫や子犬がたくさんいて外国で人気なんだって言ってた。だからそれ専門のビジネスを展開してるんだって。愛信者のベノワ社長って前にバーニーに会いに来た人だ。あなたも気づいたのね、犯人の偽装に。ベノアはあの時バーニーのお腹に異物がないか調べてた。そんなまさか。製造拠点で見つけた密封パックには特別な退散処理が施してあった。樽の蓋に隙間があったのも、エアバッグでずっと直立を保ってたのも、水の侵入を避けるため。シュブルーズが残ってた薬の用途をすぐに見破れなかったのも、それが人間がよく使う薬じゃなくてペット用の麻酔薬だったから。
ピエールは製造拠点でその子たちに偽造ロシを密封した小袋を飲ませた。それからその子たちをフロートに入れてベノアに引き渡した。密封パックとペットの体臭で偽造ロシの匂いを隠したってわけね。事前に知らなければ猫のお腹を一匹ずつ触って検査しないし、したとしてもなかなか見つけられないと思う。うん。それにベノアは偽造ロシを隠したペットを一般のペットに混ぜて運んだ可能性もある。そうなれば余計に発見は難しくなる。何もないはず。でないとベノアはあの時口実をつけて逃げ出さなかったと思う。彼はピエールが失踪前に新たに偽造ロシを隠したかどうかを知らなかったのね。新聞を読んで初めてピエールに提供した猫が堂々と街中を歩いてることに気づいた。ピエールが偽造ロシを隠してたとすれば、バーニーは彼にとって生ける物証になる。何としても取り戻さないとならない。だから彼はあの時訪ねてきてバーニーをじっくり見たいって粘ったのね。待って、ちょっと話についていけないんだけど。ペットを使って偽装したのは分かったよ。でもどうしてフロートとかいうものに猫を入れる必要があったの？そんな便利なものがあるなら、なんで直接樽の中に偽造ロシを入れなかったんだろう。偽装するなら受け渡しが済んでからでいいはずでしょ。ペットに飲ませるために密封パックは薄くできてる。扱い方を誤れば簡単に牙や何かで破られてしまう。その作業にはかなりの気力と一定の技術が求められる。ヤクリに詳しいピエールに任せた方がそこは便利。いつの間にか私たちに匂いが移ってたように、ベノアもその手のリスクを極力排除したかったんだと思う。よし、今から愛信者に行って奴を逮捕し事件を解決しましょう。私は警備ロボを連れて行ってみんなをアシストするわ。私はここの番をしないといけないから、エロルディが警備ロボを連れていけば手は足りるよね。愛信者の本社はこの辺のはず。ベノアはいつ現れてもおかしくない。あんたたちはこないだの。待てよ、そっちは警察隊か。急いで奴を逃がしちゃダメよ。無駄な抵抗はやめなさい、ベノア。どうか許してくれ。話す、全部話すから。
配信者が数十年積み上げてきた名声をこんなことに利用するなんて。仕方なかったんだ。親父が猫や犬にかまけてたせいで、うちはめちゃくちゃで、俺は犬猫以下の暮らしを。そんなこと誰も聞いてないわ。いいから、どうやってピエールと接点を持ったか吐きなさい。その俺が愛信者を引き継いだ後、経営が徐々に悪化して、そんな時突然誰かが手紙を押し付けてきたんだ。ペットを国外に運ぶのを手伝えば大金が手に入るって話でな。手紙の通り何回かやった後、ようやく自分が何を運んでいるか気づいた。でもその時ピエールがまた手紙を送ってきて、そこには俺が共犯者だって書いてあった。捕まりたくなければおとなしく協力しろと。最初から知ってたんでしょ。わざわざ複雑な受け渡し方を編み出したのが何を運ぶためだったのかってことを。これ以上罪を重ねたくなかったらおとなしく吐きなさい。わかったよ。あいつの指示通りタルとエアバッグを特注で作らせた。それから寝てるペットを連れて船であいつの選んだ場所に行って集めたものを海に投げ込んだんだ。で、何日か後にまた船で行って樽の中で寝てるペットを連れて帰った。数が大体揃ったらまとめて港から送り出した。全部ピエールに言われてやったことだ。約束の時間も外国の顧客も、それに原料だって全部あいつが手はずを整えたんだ。
かよ。あいつの顔すら見たことないんだぜ。連絡はもっぱら手紙だったし。最後の手紙はいつ届いたの？昨日の夜だ。マレショーセ・ファントムが訪ねてきたから、しばらく身を隠すって話だった。でも隠れてる場所は書いてなかった。あと、俺にも注意するようにって。ピエールが雲隠れしてからもう何日も経つ。昨日の夜の手紙ってことは、隠れた後に送ったんでしょう。それは焼き捨てた。それもあいつの指示だ。手紙はいつもそうしてた。愛信者の社員にもバレないようにって。人証や物証が足りないのをいいことにピエールに罪をかぶせようとしてるみたいに聞こえるけど。違う。今度は絶対に違う。それが本当かどうかは取り調べをすればわかる。証言と物証に食い違いがあれば間違いなく後悔することになるわよ。本当だとも。しかって本当だ。お二人には感謝しなくちゃね。あなたたちがいなければこの事件はどうなってたか。バーニーのおかげでもある。そうね、この子のおかげでベノワもボロを出した。あなたたちに甘えたいみたいね。じゃあ私はこれで失礼するわ。また何かあったら連絡して。うん。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。おとなしくついてきなさい。おい、乱暴はよせ。本当に全部終わったのかな。
レノアとピエールの関係はそれほど単純じゃない気がする。それに初めて事件のことを聞いた時、拭いきれない違和感があった。それは今でも消えてない。ダメ、エネルギー切れで何も思いつかない。少なくとも動物たちはもう不幸な目に遭わずに済む。そうだといいな。愛心者に行って他にも救助が必要なペットがいないか確かめよう。私の今日のエネルギーが完全に尽きる前に。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷の